こいつの、こいつのタメ口。何かあってな、うん、箸。はい、はい、はい、あ、じゃあいいよ。箸。おお、正解正解。イエーイ。じゃあ次いくで。早口言葉なんですよね、うんうん、今んところ内容ゼロの話。Welcome to Poplands Show。 はい、ということでね、もう見慣れた光景ですね、はい、まだまだミラコスタにいますよ、僕は。はい、もうどんぐらい経ってるんですかね。1ヶ月ミラコスタなので。、うん、見てください、これミラコスタのね、ミラコスタのユニフォーム、ユニフォーム、ユニフォーム、パジャマ、パジャマで、今回はですね、はい、ミラコスタでカップラーメンを食べながら語り明かそうっていうね。ミラコスタに一番似合えへん、似合わんすね、カップラーメンなんて一番似合わんすよ。ルームサービスの動画とか出しておいてのこれですから、ね、はい、そうですよ。ということでね、はい、いろいろ語りながらね、そうですね、食べてね、涙し、はい、笑いし、やっていきましょう、やっていきましょう。深い夜にしていきましょう。そうだね、深い夜にね、食べていきましょう。イエーイ、レッツゴー。まずは味見実食、実食していこう。うん、おいしい、やっぱ、うまい。みんな味知ってるからいらない。うん、これとかめっちゃ美味しいですよ。いや、いらないな。でも、ちょっと待って、いや、結局美味しいですよ。ほぼイカ対イカ、アンドイカ出した。最悪や。キャンネン、キャンネン、気管に入って、その部分だけ食うわ、ちゃんと。ちゃうね。最初にさ、うん、マーメイドラグンし行ったじゃん、うん、一番最初、うん、屈折する前か、うん、あん時、こうなると思ってた。思ってなかった。まあ、1年記念でもミラコスタに来れるなんて思ってなかった。いや、思ってなかった。いや、そうですね、まだまだ先の話かなと思って、うん、なんか、やりたいやりたいだけどさ、うん、1年以内に1万人たらいいよなって言ってたよな。ちょっときついねみたいな。うん、こんなに短期間で、うん、環境って変わるんだなと思った、うん、なあ、うん、だって年越す前5000人行きたいねみたいな話してたじゃないですか。確かに、で、年越す前結局5000人行けず4500人ぐらいで終わって、うんうん、その翌月にだってもう1万人行ってますからね、うんうん、そうですね、そうですね、うん、もちろん見てくれてる皆さんのおかげなんですけど、みんなのおかげだね、ありがとうございます。もう一回ビッグウェーブ来てほしいな。来てほしいな。カバー動画出してる時に来てほしいなって思うな、なんか、うん、純粋に僕たちも結構自信あるじゃないですか、うん、作品自体に、うん、だからもっと正直見てもらいたいですよね、うん、いろんな人に、知らない人に見てもらえれば好きになってくれるんじゃないかなっていう、なんか自信はあるよな。そう、自信とかもすごいある。いや、あります、あります。ベイマックスもさ、すごい良かったやん。良かったですよね。な、で、アリスもさ、いや、アリスも結構やっぱ反応良かったと思うね。良かったやん、うん、鈴木織子さん率いるベルツリとの ね、 コラボもね、コラボもありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます、本当に。あれももう大好評でね、やっぱディズニー好きからしたらですよね、うん、やっぱシンデレラ本人とまさかね、うん、それこそ持ってなかったよ。いや、もう全然想像もしてなかった出来事ですよね。行けたらさ、何乗りたい？プラッシュは乗りたいし、うん、C はまだそんなに乗れてないソアリン。まあね、うん、俺は、うん、やっぱ C はソアリン。本当好きね、うん、センターオブチェス好きじゃないか。あ、好き好き好き、ね、俺も大好きです。この二人好きだったね、うん、前なんか別々に乗ったもんね、うん、牛とティーちゃんはタワテラ乗りに行って、そう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 、でも別々に乗るよみたいな、ね、そう確かにあったあった、うん、まあランドはスターツアーズ、うん、スターウォーズ好きやからスターツアーズ乗りたいし、うん、あとやっぱベイマックスも改めてやっぱ乗りたい、うん、ね、うちも思ったさ、それ、うん、やっぱ自分たちもカバーしたらそれ乗りたいってなりますよね、うん、とホーンテッドマンション、ホーンテッドマンションで言うなら骨に中割っていくところとか、うん、そう、天井が上がっていったりとか、うん、っていうのが今は見れないじゃないですか。ないね、あ、それがちょっと恋しいですね、確かに。今はあ、でもタワテラもそうださ、そうださ、はい、そうださな。そうださそうださって言うじゃん。え、北海道って方言あるん？方言だらけだと思う。まあ見てくれてる人も北海道の方いるやん、うん、兄ちゃん札幌やったっけ、うん、この場所によって方言違うん？ちょっと函館とかだともっと強いし。あ、そうなんや、うん、函館とかってさ、青森と近いじゃん、うんうん、なんか東北ってすごい訛りすごいじゃん、うんうん、みたいな感じ結構ある。じゃあ札幌とかはあんまり少ない、結構ここ方言人ですよね。そうね、そう、方言人てか全員方言人やね、俺。まあここは強いよね、ティーガもすごいやん。ダモンデーダモンデーって言ってるやん、うん、ダモンデー、あ、確かに全てか全員地方だもんね、うん、そう考えたらうちが一番少なく聞こえると思う。聞こえると思う。方言なのに、うん、うち語だと思って結構シカトしてる人多いと思う。
間違いわかる。わかる、わかる。みーちゃん特有、そう、みー声と思ってるわ。うのとかも、1枚余った時に、最後にストップって言うよ。だから、うのって言うじゃん、みんな。え、それ知ってました？いや、一切知らん。いや、あれやったじゃないですか、一回。ジャングルブックの撮影の時。その時に説明されて、もうめっちゃハテナだった。そうそうそう。何言ってんかな、思ってんな。いや、なんで？ 2 枚あって、両方で上がれる時あるじゃん。その時は、うのストップって言うの。で、それを調べたら、北海道だけだった。あー、そうなんや。ネットで書いてた。あの時怒られたから、俺だけなんかなと思いましたもんね。いや、俺も何言ってんかな、思って。ストップって何みたいな。でも、今までの人、誰も言ってこなかったのよ。それも気使ってんじゃん。常識でしょみたいなスタンスで来られてた。そうそうそう。そうなんすね、みたいな。こっから今からさ、めっちゃ標準語で喋ろ。標準語ですね。標準語だけ。自分も基本敬語なんで、もう自分ほぼ標準語みたいな。じゃあ、タメ語で。もんなんすよ。タメ語で。タメ語で標準語。タメ語で標準語。そう。テーマ、喋りのテーマは何でしょう。もうこのまま。このまま。ということで、いくで。はい。標準語、タメ口ゲーム。はい。スタート。はい、というわけでポップビランズショップでは我々のオリジナルグッズを販売しております。イエーイ。キーホルダー、ステッカー、ポーチなどいろんなグッズ取り揃えておりますので、よかったら動画を見楽しみながらグッズも購入して僕たちのことを応援してくれると嬉しいです。ぜひポップビランズショップ概要欄のコメントでチェックしてね。イエーイ。イエーイ。勝ってねー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 。標準語タメ口ゲーム、はい、スタート。喋りなよ。喋るよ。喋るよ。何言ってんだよ。なんでお酒飲むの？みんな、ちゃんと喋ってよ。頭が今回ってないんだと思う。なんかすんげー硬いんだけど。硬いんだけど、こいつのタメ口。何言ってんの？なんかロボットなんじゃない？だって、いつも敬語っていうこともあるし、しかもタメ口にして、標準語にしないといけないっていうダブルパンチが今、来てる状態なんだ。だからいろいろと頭すごい回った結果カチカチになってるんだ。マキはわかんねえよ。ギリギリアウトだよそれ。んだのところがちょっとイントネーションが危ないんですよ。危ねえよ。危ねえわ。超危ねえ。超ウケるって北海道も言うの？北海道は違う言葉だけど、はい、言うよ。ウケるって言うの？面白いことを超ウケんだけどって言う？超のところが違うけど、あーウケるって。なるほどね。西日本言わないよね。言わないよね。ウケんだけど、だからイラってくるよねあれ。うん、なんて言うの？え？超面白いんだけど。あれ？すごい綺麗な言葉だね。超おもろいんだけど。あれ？おもろいは標準語だよ。え？関西弁かな？関西弁なんじゃないかな。関西弁はおもろい。イントネーションが違うだけ。だけで。おもろいは標準語。そう。おもろいは関西弁だよ。標準語は？おもろい。あ、だから言葉じゃなくって、いや、言葉もだし、イントネーションもあんだよ。あ、そうなんだ。なんだよ、それ、そうなんだ。じゃあ次のゲーム。そうだね。うん、しろ。ありがとうございました。そうですね。ってことでね、じゃあ次は、これ俺やりたかって。はい。すごいイントネーションで関西弁って。細かいねや。はい。でも聞き分けれんねん、みんな。関西人は。それをちょっと二人にやりたい。ああ、はい、全然大丈夫。そういうこと？お箸あるじゃないですか。はい。これのこと関西弁で、橋っていう。立橋。ブリッジは、橋っていうね。うんうんうん。道や、道路あるの？道路の隅っこ、橋っていうね。ああ、なるほどなるほど。行くで。はい。何かってな。はい。橋。はい。はい。あ、じゃあ、いいよ。橋。おー、正解。イエーイ。じゃあ、次行くで。橋。はい。はい。ブリッジ。違う。残念。それ橋。あー、そっか。こっち？そっち。そっちか。橋。あ、そうね。どうも。すごいやん。すごいやん。行くで。橋。はい。はい。橋。おー、すごい。いや、面白いわ。うん。じゃあ、福岡の有名なゲームやっていいですか？いや、いいです。ありがとうございます。もうちょい興味持ってほしいな。
どうぞ。早口言葉なんですよね、うん、博多の人だったら、うん、ちゃんと言葉の個数を間違えることなく言い切れるんですよ、うん、個数って何だから、まあ、とりあえず言ってみますね、うん、多分聞いたことあります。おっとっとととっとととっとってって言っとったとになんでとっと出てくれんかったとって言っとと。いや全然わかんない全然これ向けて。おっとっとととっとととっとってって言っとったとになんでとっとってくれんかったとって言っとと。え、すごい。おっとっとおっとっとととっとっとをなんでとっとっととかなってたのよ。個数と多すぎて、いざ言おうと思ったら多分みんなパニックになると思うんですよ、うんうんうん、でもちゃんと一個一個もう単語になってるんで、福岡の人はちゃんと言い切れるんですよ。じゃあもう一回だけ言って。おっとっととっとっととっとってって言っとったとになんでとっとってくれんかったとって言っとうと。おっと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 っていうのがあって、まあおっとっとっていうものと、とっとっとっていう、まあお菓子があるんですよ。え、お菓子なの？お菓子です。おっとっととっとっととっとってって残しとってとっとってって言っとったとになんでとっとってくれんかったとって言っとうと。おっとっととっとっととっとっとってって言っとったとになんでとっとっとってとってくれんかったとって言っとうと。なんやねんそれ。言えないですよね。言えるわけない。今のところ内容ゼロの話。楽しんでもらえてるんですかね、これ一体。いや、分かれへん。マニアには。なあ。完全にただの日常的な。なあ、俺らこんな話ばっかりしてるもんな。こんな話普段な。こんなんなんすよ。やっぱ T がおらんかったら、語り系は無理やな。そうですね。確かに。やっぱ企画とか全部やっぱ回してもらってますからね。そうね。やっぱ、本当に。そういうとこやっぱすごいよな、あいつ。すごい。もうちゃんとさ、言葉バーって出てくるし。そう、ね。なんか、自信を持って言うやん、あいつは。そう。だからさ、何言ってるか、実は内容分かれへんけど、なんかすんごい説得力あるように。分かる。そうなんだって思える。そう。なんか不思議な力を持ってるよね。いや、持ってると思います。やっぱ見てくれてる人もよくコメントあるじゃないですか、うんうん、音楽をやってない人でも分かる凄さというか、うんうん、まあ絶対あると思うんですよね。確かに天才だなと思いますね、やっぱそういった面では、うん、ね、まあ才能あるよね。いや、ありますよね。まあでも、うん、腹減ったらイラついてくれない。いや、もうめっちゃ分かりやすい。あれうざい。まあ分かりやすいですよね、うんうん、あ、綺麗な。そう、なんかめっちゃ怒ってる時あるやん。でもあれ大抵お腹空いてる時なんだよ。なんか買っといてあげなきゃいけないね。犬か。お前ほんと全てにおいて素直って。そう大丈夫しょなあ、大丈夫しょってすぐ言うやん。それをさ、自信満々で言うから、あ、そうなんかなって思うやん。大丈夫なんだ。まあ、おもろいやつやな。いや、面白いですよ。まあでもほんとね、ティーガンのこと言ったけど、うん、まあ、俺らみんななんかさ、独特なところあるやん。まあ、そうだね、バランスいいかも。うん、それが4人こう集まってるのすごいバランスよくて、うん、変なグループやけど、おもろいグループやなって思う。いや、そうだね、不思議なグループだよ、うん、まあ、だからまあこの4人で、まあこのままですね。そうね、うん、10万人はやっぱ行きたいですね。行きたいね、10万人行きたい。10万人行きたい。うん、ライブとかもしたいねんな。大丈夫かな、君一番。大丈夫じゃない。歌詞は全く分からへん。一番不安。もう歌詞も一切覚えてない。みんなどうやってレックしてるか知らんけど、うん、俺あれやで、その場で覚えてるからな。ティーガーに教えてもらいながら。うちめっちゃ練習してから行った。いや、俺も聞いて。俺練習ほぼしてないからな、いつも。その場で覚えたことを歌うやん、うん、だからすぐ抜けていく。だって俺ビビディバビディブーって初めて知ったもんな。この前のレックの時にビビディバビディブーって言ったら、いや、ビビディだからって言って、え、ビビディだったのって言って、ビビディだからねって言われて、うん、オッケーって言って、ビビディバビディブーって言ってね、ずーっと歌われへん。え、B では歌われへん俺って言って。たまやんってさ、思い浮かぶともうそれしかできない。もう無理。そう、でもライブしたい。まあ、したいよね。まあ、ね、いつかしらは。うちだってもともとライブからの YouTube だから。そやね。自信はあるよね。あるある、自信ある、うん、歌詞絶対覚えられへんよ俺。人の誕生日もすぐ忘れる。あ、でも確かによく聞きますよね。何やったっけみたいな。そう、ほんまに弱いね、記憶力。忘れ物しちゃダメだよって言われて、うん、でこう手渡されるんじゃん、うん、分かったって言って、で家出るときに携帯忘れたと思って、うん、ここに物を置いて携帯取りに行くじゃん。そのまま普通に家出ちゃう。手に持ってたものを置いて違うの取っていっちゃうみたいな。あ、でもその光景も確かに見る気がします。でしょ、しょっちゅうあるな。で、悪気ないんです。ないんでしょう。ないんでしょうね。ないんでしょうか。それあられたらたまったもんじゃないですよ。すいませんね。まあまあ、でもね、肝心なこと覚えてるタイプやから俺。いや、そうなんですよね。そう、大事なことはもうかっちり覚えてるから、 そこら辺は逆にもう任せちゃってる部分も、うん、
でも絶対にこのバランスがいいんだと思う。いやそうですよ、何かさ、欠けてるとこあるじゃん、うん、4人絶対、うん、今来るなんかこのうまくカバーしてない、みんな完璧なやつおれへんもんな、いないいない、うん、欠けてるところをできる人が誰かいるみたいな、そうそう感じ、うんうん、だからいいんじゃない、な、この4人で確かに確かによかったよ、うんうん、難しいなって最初の頃は思ってた時もやっぱありましたよね。あったあった、最初だってミーティング調してたよね、してた、どうしてもなんかちょっと噛み合わへんって思うことがやっぱ結構あったからさ、まあ好意的じゃないんだけどね、こうナチュラルにあったけど、今はね別にまあそんなにないよな、そういうのって一切、この4人でねやっていこう、もちろん、うん、か、まあ新メンバー50人ぐらい入れる、まあそうですね、うん、バックダンサーとか気づいたら俺も後ろの方に初期メンバー後ろくビダンビジョン前に行くみたいな、そうそうそう若い子まあまあでもね、この4人でね、とりあえずはまずは10万人目指して、ね、いや、ね、それはやっぱ行きたいですね、うん、やっていきましょうよ、まあまあどうなるか分かれへんけどね、けどやっぱ応援してくれる人が今いっぱいおるから、いや本当にありがとうございます、うん、引き続き応援してもらってね、こうやっぱ10万人行くのに力をね、力を貸してもらいたいと思いますので、はい、ということでね、こんな感じで締めさせてもらいましょうか、はい、ね、そうでございます、まあ結局何が言いたいかって言ったら、はい、皆さんね、僕たちを10万人 YouTuber にさせてください、お願いします、ありがとうございます、ということで、そうですね、はい、グダグダで終わりたいと思います、はい、ポップヴィランズでした、さどうもー、じゃねー、バイバーイ、バイバーイ、はい、というわけで本日もコメント返事のコーナー、はい、本日は誰いきますか、じゃあ僕行きます。いやいや、まあ、肘が軽かったね。シンデレラメドレー、鈴木より子さんとベルツリさんの、なるほどね、はい、ね、ベルツリチャンネルさんとコラボしたシンデレラメドレーについてのコメントで、はい、はい、はい、桃太郎さん、桃太郎さん、いや桃太郎さん、桃太郎さん、勝手に桃太郎です、ね、いつもポップヴィランズさんの動画を夫婦揃って見ています、おコラボもびっくりしたけど何よりロケ地にびっくり、はい、2年半前にこの木曽ガーデンで結婚式を挙げました、妻と出会ったのもポップヴィランズに出会ったのもきっと運命だったのでしょうということです、マジすごい、ごめん、びっくりしすぎて聞いてなかった、いや思い出に思い出がこう、うん、なんていうの、もう、耳だって普通の見える感覚とは違ったでしょうね、確かに、そうでしょうね、確かに、ね、いやこれ、運命ちゃう、言ってます、あ、言ってた、言ってます、ズバリ、ズバリ、モタロさん言ってくれてます、言ってた、これは運命です、モタロさんコメントありがとうございます、ありがとうございます、モタロさんありがとうございます、本当にね、はい、次は、はい、シンデレラメドレーがあったので、ちょっと僕読みたいのがあったんですよ、まあ、シンデレラメドレーじゃないんですけど、はい、ジャイケンの、うん、あ、男気、男気か、男気じゃんけん、つきましたコメントです、はい、HULK、ハルクなのかな、ハルク、ハルク、ハルク、 HULK 大文字です、はい、の、あ、あ、アベアベ、あ、ハルク、アベンジャーズ、アベンジャーズ、アベンジャーズ、ハルク、アベンジャーズさん、あ、から、コメントです、1周年おめでとうございます、ありがとうございます、はい、ベルズイチャンネルのコラボ動画をきっかけに見るようになりました、これからも応援していきますということでね、ありがとうございます、やっぱそういう方もね、いらっしゃるから嬉しいよね、でも嬉しいですね、コラボとコラボの出会いが奇跡よ、運命じゃないよ、ないよ、運命か、運命でしょ、そこはこのコラボが運命だったっていうことでね、はい、ありがとうございます、はい、これからもね、はい、あの応援よろしくお願いします、お願いします、はい、ベルツリさんともどもね、そうね、そうですね、はい、ともども応援してくれたら嬉しいです、はい、お願いします、アベンジャーさん、はるかアベンジャーさん、はるかアベンジャーさん、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、というわけで次回の動画でお会いしましょう、ポップヴィランズでした、ありがとうございました、バイバイ、バイバイ。